ハッピーバレンタイン。そんな日にあえて行われたイベントが、遠隔でショベルカーを操作し何かをぶっ壊す女性。一体何を？こちらのイベント、はい、どんな目的で今日いらっしゃったんですか？元彼の思い出の品を潰すためです。なんと元彼との思い出の品を破壊。第2ボタンとネームプレートと、あとその時にもらったラブレター、あとはピアネックレス、全部持ってきました。株式会社オプテージが主催するこちらのイベント、元恋人や昔の夢など思い出の品をショベルカーで破壊、過去に別れを告げ新たな一歩を踏み出そうという、こう見えて前向きな企画。8年ぐらい捨てられなくて、絶対に捨てた方がいい特級呪物みたいなすごい言われてきて、それを今回潰せたので次に進めそうかなと思います。元カノからもらった加湿器を破壊した男性は、もう結構すっきりしましたね。なんか引きずってた自分と決別できました。物理的に破壊することで過去と決別できた様子。ということで今夜のテーマはズバリ、元恋人からもらったものは捨てるべきか否か。街の声を聞いてみると、僕も捨てますね。もう別れたら僕はもうそこで終わりっていうか区切りをつけたい。捨てない派です。物は別に罪ないかなみたいな。でも物によるかも。服とか身につけるものとかやったらこう使えそうなんで。もらったものだから簡単に捨てるのは良くないってお母さんに教わってて、それを小さい頃からずっとやってるので捨てない方がいいと、様々な意見が。捨てる捨てない、もちろん個人の自由ではありますが、ではではパートナーが元恋人からのプレゼントを大切にしていたら、元カノからもらった財布を今も大事に使ってるのが嫌です。元カノとの思い出を隠さない彼氏に悩んでいるという山田さん。それはプレゼントにとどまらず、写真とかも全部残してるって言ってて、二人で音楽聴いてる時に、あ、これ元カノとよく聞いてたんだよねっていう風に思い出話をしてくるところとか、 LINE の履歴も全部残しててそれも見せられたことがあります。ことあるごとに元カノがと思い出話をしてくるそう。さらにその思い出にすがってるみたいな部分がどうしてもちょっとモヤモヤしてしまうことがあります。別件保存でもう大事に大事にしてるタイプかなと思います。そう、この議論の背景にあるのが別れた恋人に対する男女の感情の違い。男性は名前をつけて保存、女性は上書き保存っていうよね。元恋人の話になると女性は悪口ばっかり。別れているのに連絡してくる元彼がうざい。なんでまだ自分のことが好きって思い込んでるの。別れてもなお元カノは大切な人。そんな彼氏とどう向き合えばいいのか、悩める当事者とともに元恋人との思い出問題を考えます。さあ、ではゲストをご紹介してまいります。まずはですね、 VTR にもご登場いただきました元カノが大事という彼氏に悩んでいるという山田さんです。山田さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、こんばんは、ありがとうございます。そしてもう一方、相談件数は1万件以上、男女トラブル専門のカウンセラーでいらっしゃいまして、株式会社ライフパートナーズの代表でいらっしゃいます。西郷理恵子さんです。西郷さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、こんばんは、ありがとうございます。さあ早速最初のテーマですけれども、元恋人との思い出消すべきかどうかという話を進めていきたいと思います。アンケートではこういうふうになっているということですね。全体として、まあ、捨てますという人が 35% なんですけれども、ご覧のように男性より女性の方がですね、捨てる人が非常に多いと女性は捨てるということなんだそうですね。はっきり言うと、もう捨てる人が多いという傾向が出ているということなんです。さあそうした中ですけれども、山田さんはパートナーの行動に、まあ、悩んでらっしゃるということなんですが、どういうことなんでしょうか。お聞かせいただけますか。はい、私の彼氏がすごく元カノからもらったものを大事にしていて、なんかもう音楽とか、まあ、目に入るものとか普段生活するものを全部なんか元カノの思い出とリンクさせて置いてるみたいな感じがします。前の彼女とどれぐらい付き合って、そして別れた期間どれぐらい経て、お二人が付き合い出してからどれぐらいですか。いやこの辺大事だと思うんですよ。だって10年一緒にいた彼女と今の彼女1ヶ月だったら、そうだとしても大事な情報です。僕は早く別れた方がいいと思います。あの本当に なんでそれでも付き合ってるんですか。相談に乗るつもりないじゃないですか。いや、なんでそれでも山田さんは付き合いたいんですか。そんなに好きなんですか、うん、その方が。やっぱりなんかいいところも見えてくるので、そのただ前の人の話をしてるだけじゃなくて、優しい面とかもあったら悪い人じゃないんかなと思って。いや十分悪いと思いますよ。その今の彼女に元カノの話してるだけで、それぐらい相手がどう思うか考えてない人だから優しくないと思う。それは人の価値観とかの違いですよ。だから分かんない、さっきのね、なんで数字を求めたのかというと、例えばね、あの10年付き合った彼女ですごくいろんな初体験とかいろんな思い出があって、自分の青春時代の大事な10年間の相手だったら、それは自分の人生につながってるんですよ。それ全部抹消することを頼むのもちょっとかわいそうじゃないですか。いや消せなんて言ってない、言わないでって言ってる。言わなきゃいい。ちなみにですね、その残している思い出の品、これ男女によってあのなぜかっていうのが違って、男性の場合は大切な思い出があるからっていうのが多いんですよ、うん、一番ね。だけど女性の場合はそのものが気に入ってるからということなんだそうですね。だからものをただ使い続けてるという人もいると。わかります。だから別にその、わかります。そのいただいたものが、はい、いただいたものを見て自分が嫌な思い出を思い出さないんだったら、うん、もうそれは物としてあのちゃんと使う別にそこに念は何もこもってないって思いつつ使う、うん、でそれを見て自分が嫌な思い出を思い出すんだったら、はい、さっさと処分すると思う。そうか。ですから物に罪はないっていう声がありますね。はい、はい、それ誰にもらったか忘れちゃうんじゃないですか。まあまあそういう物に対してあいつくる場合もある。例えば元彼にもらったすごく好きなピアスつけてるときに、はい、今の彼氏にそれどうしたのって言われたらどうするんですか、はい、元彼からもらったって言わないで。だって全部事実を伝える必要ってなくないですか。それだってあの元恋人から、そう元恋人からもらったって言って、ね、僕は今の相手に嘘をつく方が悪いと思うんですよ。でも元恋人がそれを聞いて傷つくっていう想像が容易にできる場合は必要な嘘もあるって私は思う。必要な嘘きたパパワード言わなくていい。不必要なことは言わない方が。嘘っていうか言わなきゃいいね、うん、どこで買ったんですか。大体そんなこと聞かれないよ。注文しようかみたいなことになります。帰るわけ。え、でも黙秘。黙秘でも黙秘したら下で疑われるじゃないですか。黙秘ですって。黙秘したら下で疑われるじゃないですか。黙秘しますみたいな。そうだね。だからそういうふうに疑われるから、疑われるぐらいだったら自分で買ったっていうふうに言っちゃっても別にいいと思う。てかその財布どうしたの。黙秘みたいな。だ言わないでしょ。黙秘言わないけど、黙秘できないんだからどうせ、はい、だったらで、しかも元恋人にもらったって言っても相手が傷つくんだったら自分で買ったっていうふうに言ってその話を終わらせればいいんじゃないかな。あとね、もう一つの論点は、まあ、先ほどの山田さんのパートナーみたいなケースですけど、あの思い出としてちゃんと残したいって人もいると、うん、これをどう考えるかってことですよね、はいはい。まあ、相手に言うかどうかはさておきということなんですけども、さあ、西郷さんにも伺いますけども、まあ、山田さんのパートナーのケースをどういうふうに見るかですよね。山田さんとの関係の中で、いかがでしょうか。まあ、もうすでにこれは山田さんは彼にあの元カノの話は聞きたくないって言ってるので。そうですね。もうあのそこは大きいですね。もう聞きたくないって言ってるのに、うん、いや僕は言いたいんだって言われても、うん、そこはこの元カノの話ってことだけじゃなくて、うん、相手が嫌がってることを
何であってもやっぱりそれを言い続けるっていうのはやっぱりそれはいじめとかモラハラの始まりの可能性もありますし、相手が嫌がってることは何であれそれ言わないっていうのが人間関係の最低限のマナーかなっていうのは思います。いや西郷さんおっしゃる通りなんだけど、ここにパートナーいないんですよ人間その20年以上とか25年以上とか生きてくると、もうそんなに簡単に変わらないから人のこと変えるっていうのはもう大前提無理だと思うんですけど、その相手が嫌がってることをしないように努めるっていうその努力の面が見えない場合、改善の余地はないので、なんかなんでつながってんのかなって思っちゃう、まあ、山田さんあのパートナー好きなんでしょう ね、まあ、ねそしてあの彼は、まあ、ある種自慢も入ってると思いますよね。あの簡単に言えばね、モテた自分というかモテてる自分というか、いくら世の中で男女の差が垣根がなくなってきたみたいなことは言ってても、やっぱりこういう恋愛観的なものだったりとか、はい、執着だったりとかっていうものって男女差あるのかな。なるほど。あと大きなテーマとしてはですね、この後進めていくんですけども、男性と女性で違うと、まあ、男性は名前をつけて保存しますと、女性は上書き保存をしますと。この差が大きいから、まあ、それこそ前の彼女はこうだったって言ってる男性は前の記録を名前付けで保存してますよ、女性はもう次から次に上書きしていきますよって、この違いが大きいんじゃないかっていう見方はあるみたいですけど、はい、まあ、個人差ありますけど、個人差あるそうだから、あの人としてのリスペクトを恋愛関係が終わっても失わずにいられるかどうかみたいなところもあるじゃないですか。あ、それも人によるからね、友達になる人とかね、いうことをどう考えるか。さあ宇佐美さん、ここまでどうでしょうか。そうですね、なんか結局その元の彼女が自分の話をして、彼女今の彼女が悲しんでるとか嫌な気持ちになってることを喜ぶはずがないんで、だからこの人は元カノを大事にしてないんですよ。自分の中で大事にしてと思い込んでるけど、元カノがそれを聞いた時に喜ぶはずがないんで、だから僕が言うとしたら、もうちょっと元カノを大事にしないとか、元カノの気持ちを考えないよっていうことを言うかなっていうので、あのスマホを見るのはありかなしかっていう、これも結構大きな論点ですと、パートナーのっていうことなんですけども、10代20代でいうと4人に1人がお互い把握してるっていうんですよね、はい、でこれでどう考えるかってことなんですけども、まあ、実際スマホを見るとなるとですね、かなりの情報がまあスマホには含まれてますよねと。他人とのやり取りもあればですね、写真フォルダもありますし、まあ、カレンダーはじめ、スケジュールみたいなもの、それから検索履歴みたいなこともありますし、まあ、マップを見ればですね、移動の履歴もまあ検索も含めて見えるというようなことで、山崎さんどうですか、そのプライバシーの問題とか、このスマホ見る見ないとか、こういうのって どういう関係。LINE はやっぱ仕事の内容も結構あるので見られたくないけど、あまりにもじゃあ自分が例えば一緒にいる時とかに1時間ぐらいずっと携帯いじってますと、そうなったらさすがに相手も何やってんのかって気になるじゃないですか。一緒にいるのになんでそんなにずっとスマホ触ってるの、何してんのって言われたらスマホ見せると思います。そこでなんか喧嘩起こるよりは、ちょっとこういう問題が起きてます、これでずっと連絡取ってましたって言っちゃうけど基本的には私も別にそんな気にしなんないというか、別にそんな会話の一語一句まで見たいと思わないし、友達関係の全てを知りたいとも思わない、相手の見たいとかっていうのはないです。相手アプリ何が入ってるかとか、そもそも別に見たいとか言われたらどうぞ相手が見せてくれないと悲しいよって言ったら見せる。あのやり取りの内容まではちょっと、でも全部見せてくれないと悲しいよって言われたらどうする。それはちょっとあの部分的にでいいですかっていう交渉をしますね。なるほどいやだからこれが気になるからっていうぐらい、これがあの1代目のテーマと似てるんですよ、構造が。あの見せて当たり前、見せてもらって当たり前と考える人と、見せる必要ないと考える人が2タイプで、前からの話してもいいじゃん、してはいけないじゃんっていう2タイプがいるんですけど、結局はこの個人同士の交渉次第で、その2人がどうするのか方針を決めるしかないと思います。そうですね、はい、話し合いができない時点で関係性が割と破綻しますよね。そうそうそう、はい、最後一言どうでしょうか、山崎さん。いや、はい、恋愛って面倒くさいなってちょっと思っちゃったんですけど、その面倒くさいをも乗り越えられる人と一緒にいればいいと思うし、相手が嫌がることはしないっていうのが別に恋愛じゃなくても大前提だし、結婚するともっと面倒くさいですからね。だから結婚する人減るんだろうな。山田さんが別れたら多分
彼氏が次誰かと付き合った時に山田さんの話してくれますよ。確かにその人になりそうですね。前からを大事にするのも素敵な男性かなと思うんですよって思えるようになるかどうかですよね。そうですね、うん、はい。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。